どうも皆さん、パーソナリティの工藤です。工藤ズレイディオ第2回目の放送です。今回はですね、前回第1回目の放送ですね、前回の第1回目の放送のラジオを、自分なりに編集するときとかにちょっと聞いてみたんですけど、それを聞いてみて、ちょっとやっぱここ聞きづらいなとか、ちょっとこの口癖なんかかなり嫌だなっていうところがあったので、そこについて話していこうかなというふうに思っています。でですね、早速本題に入っていきたいんですけど、その前にまずオープニングのトークってことで何話そうかなとちょっと思ってたんですけど、実は今、収録しているのが朝の9時ぐらいなんですけど、皆さんドラゴン桜のドラマ今入ってるの見てますかね。僕はですね、ドラゴン桜第1期の話は実はほとんど知らないっていう感じだったんですけど、4月から入ったドラゴン桜の第2期を見始めて3ヶ月間ずっと見てたんですけど、ついさっき最終回を見させていただきました。3ヶ月間ずっと見てきたんですけど、もう毎回毎回ね、すごいなんか勉強になるお話で、最終回も本当に素晴らしい回でしたし、僕は一応大学は出てはいるんですけど、当時ね、東大目指そうなんていうふうには考えてはなかったですね。全然一応進学校に通ってはいましたけど、なかなかね、東大行きたいっていう風に宣言するのは難しいなっていう風には思いますね。東大目指して頑張ってる姿を見るっていうのは、自分も頑張らないとなっていう風に思いましたね。皆さんもね、もしよかったらドラゴン桜配信サイトとかを使えば見れると思うので、ぜひ皆さんもよかったら見てみてください。では早速今回の本題始めていきましょう。改めまして、パーソナリティの工藤です。では今回の本題、前回のね、自分のトークを聞いてみて直した方がいいなって思ったところについて話していきたいと思います。まず一つがですね、結構編集でカットしたりしているので、皆さんはあまり聞いてないかなっていうふうには思うんですけど、自分はね、編集している段階でかなり聞こえてたのが、これに関してはね、結構いろんな人が多分口癖になってて改善したいなと思っているところだと思うんですけど、文章の合間にこう文章の合間なんかそういうのが入ってきちゃって、なんかそこがちょっと気になっちゃうっていうのが、なんかすごい編集してる段階であったので、そこはやっぱり直していきたいなというふうに思ってますね。実際どういうふうに直そうかなって考えたんですけど、やっぱり具体的にね、なんかこれだっていう方法はなかなか見つからないんですけど、このドズレイディを続けていく中で意識しながら書いていこうかなと思っているので、編集をかけるので皆さんにはあんまりもしかしたらわからないかもしれないんですけど、自分の編集する段階でね、今も言っちゃいましたね、って言っちゃったんで、そういうところもね、直していきたいと思っております。で、2つ目がですね、自分これほとんど今回初めて自分の声を喋ってる声を聞いてみて分かったんですけど、語尾をなんかちょっと溜める癖があるんですよね。今まで聞いてきて多分思った方いるかなと思うんですけど、おりますって僕結構口癖なんか言っちゃうんですけど、おりますみたいな感じで、例えばですね、はい、というわけで初回配信いかがだったでしょうかみたいな感じですね。かなりそれが癖になってるのかなと思うんですよね。おそらく次の文章を考えるためのこう合間を自分の中で持たせるために、今喋ってる文章をちょっとこう長めにさせるみたいな意味合いで多分自分で言っちゃってるんだと思うんですけど、ちょっとそこがね、ちょっと編集してる段階でも結構気になったので、そこも改善していきたいですね。はい、というわけで2つ挙げさせていただいたんですけど、どうですかね、皆さん聞いてて、ああ確かにって思われたんじゃないかなと思うんですよね。なので、これからね、その2つのことを注意して頑張ってこのクローズレイディを放送していきたいと思っています。以上、前回の第1回の放送を聞いてみて直したいと思った点についてでした。
ドーズレイディオエンディングのお時間です。今回の放送いかがだったでしょうか。クドーズレイディオでは皆様からのお便りを大募集しております。意見、感想、質問、アドバイス、何でもいいので送っていただけると嬉しいです。今回は前回の放送の振り返りという形になったんですけど、まあ、皆さんにとってね、なんかためになったかっていうとちょっと違うなっていう感じはするんですけど、まあ、なるべくね継続していきたいというふうに思っているので、まあ、僕にとってねなるべく続けていけるような放送にしていけたらなというふうに思っております。徐々にね皆さんのためになるような放送っていうのも意識しながらやっていけたらなというふうに思っているので、これからもね聞き続けてほしいなというふうに思っております。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。お相手は工藤でした。バイバイ。